サチ、匠と付き合ったの？うん。マジか、絶対毎日やってるだろう。やめて。いや別にいいじゃん、付き合ってんだから。てかなんで匠？もっと他にいるだろう。放っておいて。なんかイケメンオーラまとってるけど、実際全然そんなことないからな。メガネ外したらブスだし。てか前風呂場で見たけど、マジであそこ小さすぎた。サチ、あんなんで満足できるの？俺ので開発したから無理だろう。マジでうるさい、ブロックする。待って待って、大事なことがあるんだよ。もういいから。匠浮気してるぞ。え？だから匠浮気してるよって。マジでビビったわ。普通にホテル入って行ったからな。あれは多分後輩だな。誰だか分かんなかったけど。嘘でしょ？嘘じゃないよ、こんな嘘つくメリットない。普通にかわいそうだよ、サチ。あんなやつやめとけ、普通に俺にしとけ。どの口が言ってんの？あんた自分が何したか覚えてんの？うん、あの時は浮気してごめん。でももう落ち着いた、サチの良さに気づいた。もう裏切らないな、いいだろ？よくないよ、そうやって嘘ついて私と付き合おうとするなんて本当に最低なことだからね。何にも変わってない。現実を受け入れたくない気持ちはわかるよ。でも俺は見たんだよ、匠が浮気してるところ。じゃあ証拠見せて。証拠はない。じゃあ信じない。信じる根拠は？匠が 100% 浮気しないって保証がどこにあるんだよ。私は匠を信じる。だからそんなんだから浮気されんだよ、わかる？疑わないとダメなんだよ。私は信じる。じゃあもう言うわ、証拠あるよ。え、本当に？うん、動画ある、俺撮影したもん。見せて。今は見せられない。なんで？家のパソコンにある。じゃあ送って。今家にいない。じゃあ家に帰ったら送って。送るのは無理。は？家に来て見てほしい。なんで？データ流出させたくない。意味不明。とにかく俺の家来て、そこで見せるから。どうせ家に誘って何かするんでしょ。しないしない、マジでしない。最初もそうだったじゃん。何が？付き合う前にもその作戦してたよってこと。そうだっけ？とにかく私はあんたに興味ないから。待てって、浮気はしてるんだよ、絶対に知った方がいいし、そいつはやめた方がいい、分かってくれよなあ。翌日、後輩の女の子特定した。その子に聞いたら確実だった。映像見せたら自白した。匠とホテル行ったって。彼女とやるより気持ちいいとかそんなこと言ってたらしいわ。マジで最低だよな。なあサチ、これで分かっただろ、お前は裏切られてんだ。でもサチは匠好きだろ、別れたくないだろ。でもこのままじゃ悔しいだろ、だからサチも浮気しちゃおうな。向こうだけずるいだろ、他の人と気持ちよくなるなんてずるい。しかもあの担当で、俺なら秘密漏らさないし、サチのこと満足させてやれる。だから今日家に来い。それか俺が家に行こうか。浮気は本当なの？うん、 100% 本当。動画見たい。家に来て、そこで見せる。今送るのは無理？うん、相手の子のプライバシーもあるからな。サチに見せたら匠にも見せるだろ。そうなったら流出の危険性があって、その動画撮影した俺にも問題がかかる。だから動画は送れない。でも見せることはできる、サチに全てを知ってほしい。それであいつの悪さを見てほしい。俺が優しく包み込んであげる、俺に任せてくれ。一旦匠に聞いてもいい？嘘つかれるよ、やめた方がいい。浮気するやつが認めるわけない。でも一応問い詰めていい？おすすめはしないけど、言うだけ言ってみてもいいよ。ただ認めないと思う。でもそれは嘘をついてるから、もし万が一やってたって言ったら、サチはどうするつもり？別れるかも。だよな。じゃあ連絡してもいいかも。わかった。してみるね。オッケー。なんなら俺の家来て送る？動画見ながらした方が気持ちもこもるし。あ、それがいいと思う。何時くらいに来れる？俺はずっと家にいるから、いつでも待ってるよ。1分後。匠、聞きたいことがある。浮気してるの？ん？何このライン。え、サチ、ここで聞くの？うん、匠答えて。浮気したの？マジで何のこと？で、幸次郎はなんでいるんだよ。匠、お前浮気してんだろ？マジで最悪だな。サチはかなり悲しんでんぞ。は？何のこと？浮気なんかするわけないだろ。なあサチ、こいつ嘘つくだろ？何回聞いても同じだと思うよ。早く別れた方がいい。いや、マジで何の話だよ。大体、俺がいつ誰と何したんだよ。おととい後輩の女の子とホテルに行ったんだよね。は？おととい？俺おとといは実家帰ってたぞ。あ、確かにそうかも。あれ？匠、どういうこと？
一昨日じゃない。サチに連絡したのは一昨日だけど、俺が浮気現場を目撃したのは別日だよ。あ、そうなの？うん。いつなの？何が？だから浮気現場見た日、匠と後輩の女の子がホテルに入っていくの見たんだよね。うん。それはいつなの？またごまかされるよ。誰が？匠が。お前バカだろ。今ごまかすのはお前だからな。俺が一体いつ浮気したんだ。そもそも誰とホテルに行ったんだ。話をそらすなよ。どこがそらしてんだよ。ずっとこの話してるだろうが。いや、浮気してるよな。それを追求されたくないからずっとごまかしてんだろ。言い訳苦しいぞ。私はね、幸次郎が嘘ついてるとは思わない。は？マジかよ。うん、そうだよな。だから教えてほしいの。匠が浮気したのはいつなの？それと誰と浮気してるの？個人ラインで言うね。今ここで言って。なんで？こいつ浮気してるんだよ。だから誰と？そいつとも話したいから。わかった、後で教えるから。とにかく俺は匠が嫌いなんだよ。サチと付き合っておきながら浮気するなんてありえない。マジで失せろや、この嘘つき野郎が。おい、どうした？図星すぎて言えなくなったか？おい、なんか言ってみろや。今家の前に着いたぞ。は？開けて、幸次郎。うん、どういうこと？その証拠の動画見たいから、今二人で幸次郎の家の前来たよ。え、二人で？うん。早く開けてくれ。待て、今家にいない。え、さっき言ってなかった？家にいるからいつでも来いって。今外出してる。いつ戻ってくんの？わからん。お前家の中にいるだろ。は、何言ってんの。いるわけねえだろ。てかマジでどけよ。お前は呼んでねえんだよ。早く立ち去れ、このクソ野郎が。今物音したよね。は、中にいるよね。出てきて、幸次郎。おい、出てこい。30分後。嘘つきはあんただったね、幸次郎。ほんと無駄な時間だったわ。マジでお前ら性格悪いわ。最初から俺をはめるつもりでタッグ組んでたんだろ。最悪だよお前ら。最悪なのはあんただよ。全部嘘だったじゃん。匠が浮気したのも嘘だし、まず女なんか存在してないし、全部私を家に呼ぶための嘘だったじゃん。違うよ。どこが違うんだよ。お前もう俺とサチの前に現れるな。分かったか？返事しろ、カース。はい。10分後。匠、今日はごめんね。ん？なんでサチが謝るの？悪いのは幸次郎だろ。そうだけど、迷惑かけたなって。迷惑なもんか。サチが困ってるんだったら俺は何だってしてやるよ。ありがとう。でも家行って正解だったね。おかげであいつの間抜け面が見れた。あんなの全部嘘だからな。私が向こうをちょっと信じてるやつで勢いづいてたの本当に笑った。マジでバカだろあいつ。あ、もし何かあったらまたすぐ俺に言えよ。うん、ありがとう。匠は最高の彼氏だよ。翌日。昨日は最悪だった。はめるとか最悪だろ。性格悪すぎだろ。性格悪いのはお前だよ。は？嘘ついて私を家に呼んだんだから。分かってる？自分がやってたこと。黙れ。動画なかったよね、ホテルに入っていく動画。あれはどういうことなの？説明してよ。絶対俺の方が相性いいよ。は？あんな短所男の何がいい？俺のマグナムの方がいいだろ。素直になれよ。あんた昨日もそんなこと言ってたけど、普通に下手だからな。え？まさかうまいと思ってた？そんなわけないからね。浮気したのが許せなくて別れたのはもちろんだけど、エッチが下手で気持ち悪いからって理由も普通にあるからね。そんなことない。嘘つくなよ。気持ちいいって言ってただろ。それも何回も。あんなの全部嘘だよ。女の気持ちいいは嘘の方が多いよ。これは言わないでおいたけど、女の子からの評判悪いよ。でかいからっていろんな女の子に画像を送りまくってるよね。あれ寒いからやめた方がいいよ。あとブスのくせに生きるなよ。清潔感ないの自覚した方がいいよ。もうやめてくれ。分かったから、もうやめてくれ。もう関わらない。もう近づかない。もうやめてくれ。うん、さようなら。じゃあね。後日談。こんばんは、サチです。今回の嘘がきっかけでさらにみんなに嫌われました。それが原因であれだけ自信家だった幸次郎は大学に来なくなりました。この後寂しくなったのか、何度も何度も LINE が来ました。すぐに匠に相談して電話をかけてくれた瞬間、いたずらがなくなりました。一体いつになったら治るのか、それとも一生治らないのか、私は知りたくもありません。